皆さんこんにちは。タレント、歌手、デザイナーなどマルチな才能を持ち活躍している千秋さん。お父さんは日本板ガラスの元社長の藤本勝治さんということでも有名ですね。お嬢様キャラで売りがしても良かったと思うのですが、芸歴30周年になるまでお父さんが社長であることを公表しなかったのは、自身が目指したタレントイメージが崩れる可能性があったからのようです。リアル社長令嬢だった千秋さんですが、プライベートではバツイチで再婚をしており子供もいます。今回は元旦那であるお笑いコンビのココリコ遠藤章造さんとの馴れ初め、離婚原因、再婚相手や子供についてなどを調べてまとめてみました。ぜひ最後までご視聴ください。まずは簡単なプロフィールから紹介します。名前千秋、本名藤本千秋、生年月日1971年10月26日、星座サソリ座、血液型O 型、身長 151cm、 出生地京都府舞鶴市、出身地千葉県市原市、職業タレント、歌手、声優、デザイナー、所属事務所ジャパンミュージックエンターテインメント、趣味おしゃれ、パンク、ゲーム、特技ピアノ、綱渡り、夢を操る。さんは1971年10月26日に京都府舞鶴市生まれました。父親の勤務上の関係で生後3ヶ月後、千葉県市原市に引っ越します。1991年10月、フジテレビのオーディション番組ゴールドラッシュ、司会坂井正明、八木亜希子の初代グランドチャンピオンになり芸能界デビュー。1992年10月、ウゴウゴルーガで準レギュラー戦に千秋として大坪千夏アナウンサーと共に大阪弁で漫才をしたり、秋の栗尽くしメニューという歌を歌っていました。また同番組の枠内のんたんと一緒で主題歌とのんたんの声優を担当しました。1995年、うっちゃん売り売りなんちゃんなりなりの企画で千秋を中心とするポケットビスケッツが結成されます。ポケットビスケッツはその後後ろ見番組のうっちゃんなんちゃんの売りなりで活躍、多数のヒット曲を出します。千秋さんの歌手になりたいという夢はポケットビスケッツという形で実現しましたが、千秋さんが一人前のパンク歌手として活動するために卒業してしまいます。番組では数々のポケットビスケッツに対する試練の企画でよく泣いていましたが、ポケットビスケッツ卒業後に嘘泣きであったと語っています。とはいえ現在ポケットビスケッツについてテレビなどで語るときはこのような試練が多くてよく泣いていたことを覚えていると話すことが多く、本当に泣いていたことも多いと思われます。またラジカルに出演した際にはこういった企画については事前にほとんど内容を知らされていなかったため、ドキュメンタリーに近く家などでも悔し泣きしていたと語っています。番組ではもから一生懸命やったのにというギャグや篠原涼子さんの歌真似、ロリータファッションと多彩な芸を見せて人気を集めました。そんな千秋さんは2002年にお笑い芸人のココリコ遠藤章造さんと結婚しています。馴れ初めはお互いタイガースファンだったということから意気投合、すぐにお付き合いへと発展すると間もなくゴールインします。結婚の翌年にはお子さんも生まれましたが、結婚から5年後の2007年に離婚します。離婚についてはたびたびお笑い番組のネタとして使われていることでワイドショーを見ていない人でも知ることになりました。離婚は遠藤章造さんが不倫現場を週刊誌に撮られたことが原因でした。お子さんが2003年に生まれたにもかかわらず、2005年に仲が良かったスタイリストとラブホテルに入っていく姿が激写されてしまいます。不倫が千秋さんにバレないように、浮気はいつもラブホテルを利用。また車に女性の痕跡を残さないために、不倫用の車を購入するなど、周囲が呆れるぐらいの浮気だったようです。この不倫を知った千秋さんはストレスで拒食症になったとも言われています。さすがにここまでされたらお互いの信頼関係を
修復するのはかなり難しいと思います。離婚後、千秋さんは2016年に一般男性と再婚、遠藤章造さんも2015年に一般女性と再婚、2人のお子さんが誕生しています。2007年に5年間の結婚生活にピリオードを打った千秋さんですが、2人の間には娘さんが1人います。娘さんは2003年5月8日生まれ、名前はいろはちゃんと言います。このおしゃれな名前は千秋さんが考えたそうです。クリエイティブな千秋さんなので、普通の名前では嫌だったのかもしれませんね。ちなみに名前の候補としていちごという案もあったようですが、当時は人名に使えないということで断念したようです。いろはちゃんは両親が離婚した後も実父である遠藤章造さんとは仲が良く、週に一度は遠藤章造さんの自宅へ泊まりに行っているようです。遠藤章造さんは再婚して、再婚相手との間に2人の子供がいますが、いろはちゃんとも仲が良く、家族ぐるみで出かけたりしているみたいです。いろはちゃんは幼稚園からお受験して和光学園に入学しています。千秋さんは中学ぐらいまでは公立でいいかと思っていたようですが、仲が良いタレントのママ友に勧められて受験させることを決意したようです。和光学園にしたのは自宅から近く、送り迎えがしやすかったのと周りからの評判が良かったからだそうです。一流芸能人の子供がたくさん通っていた学校として有名ですね。毎年有名人の子供が受験するということで、競争率もかなり高いです。ちなみに有名人の子供としてはダウンタウンの浜田雅俊さんの息子で、ミュージシャンの浜岡本、草刈正雄さんの娘でタレントのクラン、尾形健さんの息子の尾形直人などがいます。幼稚園から中学校までは内部進学で和光学園に通っており、いろはちゃんが15歳の時には千秋さんの勧めで北米へ短期留学しています。短期留学でしたが、価値観が大きく変わったり実りが大きいものだったようです。和光学園は大学まで内部進学で行くことができるのですが、高校は別の学校を受験したとの情報があったので調べてみました。調べてみると、どうやら高校は内部進学をしなかったようです。受験した学校は青山学院高等部、成城学園高等学校、明治学院高等学校という噂がありました。結果、入学した学校は成城学園高等学校と言われています。成城学園は幼稚園から大学まで揃っている歴史ある学校です。卒業者には世界的指揮者小澤征爾、俳優の高嶋政宏、政信兄弟、歌手の森山良子、直太朗親子などがいます。毎年のように芸能人や著名人の子供が受験することで競争率が高く難関校と言われています。いろはちゃんは高校では吹奏楽部に入部して毎日夜遅くまで頑張っているようです。千秋さんはいろはちゃんが幼稚園の頃から毎日お弁当を作っていて、インスタグラムにたまに画像を載せています。どれだけ仕事が朝早くても必ずお弁当は作ることは母親として最低限の役割だと千秋さんは思っているようです。その愛情を受けて育っているいろはちゃんは性格もいいに違いありませんね。顔も可愛いので、大学卒業または大学中から芸能活動をする可能性もあるので、今後の動向に注目していきたいと思います。2007年にココリコ遠藤章造さんと離婚した千秋さん、離婚後はしばらくの間恋愛に関する話は全く世間に出ませんでしたが、2016年3月22日に15歳年下の TBS 社員の中島圭介さんとの再婚を発表しました。中島圭介さんは慶応大学卒で人気番組を手掛ける AD でしたが、現在は企画系の部署へ移動しているようです。結婚当時の年齢が千秋さん44歳で、中島圭介さんが29歳だったので、かなりの年の差婚ということでも話題にもなりました。再婚当時、いろはちゃんは小学校を卒業、中学校へ入学するタイミングで結婚することについてかなり気を使ったようです。再婚相手を新しいお父さんとして受け入れられるかどうかが一番のネックだったので、食事や買い物に行くなど少しずつ距離を縮めていったようです。結婚式は2016年9月12日にアメリカのセドナで挙げています。セドナは日本からの観光客も多くて、
アメリカのリゾート地として有名ですね。結婚式の場所は千秋さんの思いつきで決めたようで、中島圭介さんサラリーマンなので結婚休暇と有給を使って休みを取ったようです。 TBS の社員といってもサラリーマンなのに、どうやって芸能人である千秋さんと出会ったのでしょうか。中島圭介さんとの馴れ初めはゲーム会だったようです。当初は中島圭介さんはゲーム会に参加する友達の一人だったようですが、食事に行くようになり交際へと発展したようです。中島圭介さんは一般人ですが、ツイッターで顔出しもしているため、ファンからはイケメンだと噂になっていました。かなりの才能があるみたいで、多方面で活躍しているようですね。もしかしたら TBS を退社して会社を起こしそうな感じがしますね。千秋さんのお父さんが大手企業の社長だったので、顧問としてアドバイスを受けても良いかもしれませんね。中島圭介さんとの間には子供はいませんでした。千秋さんの年齢的なものなのか、いろはちゃんのことを考えてなのか、子供がいない詳しい理由は不明でした。また千秋さんが11月15日にテレビ朝日徹子の部屋に出演しました。そして19歳のまな娘いろはちゃんの教育へのこだわりを明かした。9年間のシングルマザー経験を経て、16年3月に15歳年下の TBS 社員と再婚した千秋さん、子育てで苦労したことを聞かれ、苦労したことは思い出してもあまりないかも、女2人だったので毎日修学旅行みたいな感じで、シングルマザーの時はと告白していました。しっかりしてます、形は小さいんですけど対等な感じだったと言い、よく注意とかもされましたし、私はよくああ面倒くさいとか言ってると、ママ面倒くさい面倒くさいって言ってると本当に面倒くさくなるから、面倒くさいって言わないでやった方がいいんだよとか、当たり前のことを教えてくれましたと話していました。19歳になり新成人にもなりましたが、もう大人にはなってるけど、何となく20歳ぐらいまでは子育てを延長って思ってますけど、それが終わったら知らないって感じと笑顔。離婚したり再婚したりはしているけど、みんなが娘のことを超大好きだよってことは分かるようにしてました。私は大好きだよってこととか、一番大事ってことを毎日のように言っていた。あとは女の子だったら可愛い可愛いって言っていたら、必要以上に可愛くなってくれる気がしたので、毎日可愛い可愛い超可愛い世界一可愛いって言い続けたので、自己肯定感はちゃんとあるような気がしますと語っていました。番組 MC の黒柳徹子さんからも、贅沢をさせないようにしていたとの質問に対して、そうですと千秋さんが答えます。芸能人の娘だからわがままって思われたら嫌なので、必要以上に厳しく節約というか節制させていました。みんながおもちゃを買っていても最後から2番目になるまで買わないって言ってたので、しょうがなく娘は紙でゲームを作っていたと、ゲーム機もおもちゃの携帯電話もカルタまで自作していたことを明かしていました。教育に対しての思いを聞くと、いろはちゃんのことを本当に大切にしていることが伝わってきますね。千秋さんといろはちゃんさんのテレビ共演や旦那さんの独立など、今後の千秋さんの家庭から目が離せなさそうです。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれたら嬉しいです。チャンネル登録、高評価もお願いします。それではまた。